やっぱり体をある程度こうバックスイングでひねってインパクトしたフォロースローの方にクラブが行った、もう限度が来るわけですよね。体のひねりの限度が来た時に初めてヒールアップするというのが自分の今言ってるこのベタ足っていう意味だと思うの。そういうふうに解釈してほしいんだよね。左足に注目してみよう。ダウンスイングのこのポジションで左へのシフトが終わり、ここからインパクトしフォロースルーのこの位置まで左足の形が全く変わっていない。体を止めてベタ足で振るというのはこのことを言うのだ。